どうもこんにちは、トレインズ妄想です。今回もオーマライ中後編、東京から下総中山西船橋です。やっと着いたなんで、分岐器制限35キロって遅いですよ。さあ気を取り直して総武快速線に乗り換えます。ちなみにこの電車は折り返し明石59号になります。車両紹介したいと思いましたが、車内清掃のため取れませんでした。申し訳ありません。快速千葉行きで駅からまで行きます。思ったのですけど、千葉駅で総武快速線専用ホームを作りませんか？わかりにくいです。例えば内房線快速東京行きに乗ると12番なのに、外房線快速逗子行き12発とか、わかりにくい。外に出ました。パラカラを渡ります。チンコイラです。新宿からを通過します。江戸からを渡ります。駅からに着きます。乗り換えします。停車中の電車は12時45分発快速千葉。待って、嘘でしょう。E231K500番台だ。すげえな、奇跡や。ありがとう、E231K500番台。今度は、ジョイフルトレイン、なんだと。それでは終わりましょう。でも通れないはず。あれ通れちゃった。まあいい。じゃあここからは、私の声は終わります。さようなら。
the Musashino Line, the Keio Line, the Tozai Southern Line, and the Toyo Kosen Expo Line. ご注意ください。